これ撮影してるね、2日前にマツコの知らないですよね、はい、上げてもらって見ましたよ、地上まで、あんなにナイフ長い時間を削るとは思わない、すごいありがたかったです、環境面がすごい、トレンド入りしてましたね、ツイッター、うん、そうすやっぱ思うんですよ、やってる、はいはい、こういう時期だからこそこういう音楽とか必要やと思うし、あの人の支えになるような音楽を、そうでした、うん、とかまあその番組でも言ったけど非現実な感じ、あ、はいはい、やっぱここ最近までの終了ってやっぱりいかに身近であるかみたいなところやね、あ、そうですね、やっぱり自分が好きなのもこの人は何者なんだって、そういうところにやっぱ惹かれてたし、まあそういうものをね、追い求めていこうかなって改めて思う。でも近いところは近い、そういうファンクラブとか、まあライブ中も個人的であったり、まあ、身近なものもありつつ近いものもありつつ、どっちもあるみたいな、これから必要になってくるんじゃないかなとか。でもああやって番組で取り上げてくれてね、ビジュアル系番組が多数、まあ、映像ですけど出てくるっていうのは、はい、本当にそういうのをやってみて感謝する、まあやっぱそういう一生なくしてはいけないもんやと思うし、ね、はい、ビジュアル系というか精神かなって、はいはいはい、ビジュアル系ってもはや音楽とか見た目じゃなくて気持ちいいっていう部分かなって、全てにおいてこだわっているところを目指していきたいなと。